私はタイの農業研修生です。4月から8月まで私は日本の農家と一緒に働いています。4ヶ月経ちました。だから私は日本の文化や習慣や料理や作業など新しい経験をしました。みんなも私と同じだと思います。もちろん研修生は聞くことを間違います。